こんにちは。私はショウです。私はオンです。8日、非常に強い台風11号は中部地方に上陸しました。山梨県甲府市では、男性が強風のため屋根から転落、足を骨折するなど4人が重軽傷を負いました。気象庁は静岡県全域で1時間あたり最大100ミリの大雨が降る恐れがあるとして、土砂災害や集中豪雨に警戒を呼びかけました。今日から5日間連続の大型連休になります。鉄道と空の便、それに高速道路は混雑がピークになる見通しで、高速道路は下り線で渋滞が激しくなっています。現在、午前6時45分、下り線で中央自動車道の八王子バス停付近が34キロの渋滞になっています。混雑のピークはこれから午前10時頃と見られています。東京上野の国立科学博物館に日本を代表する化石などを集めた日本館が今月17日にオープンします。日本館は古くなった本館を2年かけて大改修したもので、目玉は福島県で発見された全長7メートルのフタバスツキルの全身化石です。他にも世界最古の魚竜ウタツザウルスなど貴重な化石も展示されています。今日から9月6日、日本マクドナルドは肉類や小麦などの行動で4月に続きプラダビー値上げする方針を明らかにしました。対象商品や開始時期などは来週明けに発表するということですが、値上げ幅は 1.4% 程度になる見込みです。はい、外食を代表するマクドナルドが再値上げに踏み切ることで、他の外食企業の再値上げに弾みがつくだろうと思われます。はい、これで以上です。